それぞれ脅威力が異なる。効率よく打撃を与え、敵基地全体の構成能力を奪うんだ。ない頭を使え。それにすぐ調べては射撃の的にすらならないからな。影の倍率がわからねえ。自分で考えろ、スペアセブン。後に来る一般部隊は弾薬や整備が必要になれば機関ラインを越えて補給に戻る。だがお前たちには許されない。覚悟していけ。今はどう覚悟すりゃいいんだ。車両はいなくなった。次の目標に移れ。今後もザコの始末は頼むぞ、トリガー。車両破壊。落としてやる。必要な部隊だ。尾翼に描かれた線は何なんだ。トリガー目標を破壊。
司令官の野郎、ありがたく任務が来たようなことを毎度言ってるが、次から次へ立案が早かないか。まるで初めっから決まってたみたいな。ドクトリンさん、何が起きたら次どうするっていう戦闘競技だ。もう視野にはあるんだよ。俺たちみたいな捨て石がどこで死ぬかも書かれてるんだろうな。この次の作戦も決まってるってことか。待て待て待て、駆け落ちよう。作戦内容を言い当てたやつが勝ちだ。バンドック、あんたもかけていいぜ。貴様ら、生きて帰ったら独房で頭を冷やすか。そのドクトリンってやつ、ちょっと俺が探りを入れてみてやるよ。お前に調べられんのかよ。端末なら賄賂次第で何とでもなる。パスワードのメモを机に貼るバカもいくらでもいる。なんてのは情報収集のただの入り口に過ぎない。その戦域の敵はほぼ壊滅した。よし、敵の多い場所へ移動しろ。もっと撃たれるためにな。基地はもうダメだ。スイッチを。こちらスペアイレブン、前方に敵の基地を確認。地形が複雑すぎて空からじゃ無理だ。地上部隊でやってくれ。スペアイレブン、お前たちでやるんだ。だがでかい爆弾で地形ごと吹き飛ばせってんだ。トリガーが敵施設を潰したぞ。他の奴は寝てるのか。高速で接近する機影を確認。オーイン280。無人の迎撃機だ。こいつが噂の無人機か。パイロットなしで空戦ができるのか。機械が人間に勝てるわけねえ。騒ぐな。作戦を邪魔する敵機が来ただけだ。元の任務も継続だ。無茶だ。どっちかだけでもきついぜ。くそ。大将、タイだ。猫。監視ども、これを知ってて俺たちを行かせたのか。囚人部隊は捨て駒なのさ。だしらて、腐ったれ。懲罰兵が一人前の口を聞くな。作戦は継続だ。早くもなくなりやがれ。スペア15、サムを破壊。トリガーはまだ生きてるのか。敵を引いてぞ。メソ、こちらスペア7。くそ、ケツにくっついてる敵を追っ払ってくれ。無理だ、こっちも手一杯だ。マイローラー、スタイル、避けろ。くそ、くそ、ハイローラー、避けた。まだやれ、まだやれ。ハイローラー、またミサイルだ、ミサイル。俺は俺が生き残る方にかけてんだ。おい、誰か落ちたぞ。誰が落ちた。ハイローラーだ、ハイローラーが落とされたぞ。一機落とされたくらいで落ち消すくらい腰受けども。あるのは俺たちだけみたいだな。トリガー、ここは
撃破する勝負といこう。どっちが一番かはっきりさせよう。地上目標はお前らでやっといてくれ。トリガーが強く歩けねえ。損失が減る。それができない者はおとりとして射撃の的となれ。
は3箇所。航空戦力の有無を含め、それぞれ脅威度が異なる。効率よく打撃を与え、敵基地全体の抗戦能力を奪うんだ。ない頭を使え。それにすぐ調べては、射撃の的にすらならないからな。賭けの倍率がわからねえ。自分で考えろ、スペアセブン。後に来る一般部隊は、弾薬や整備が必要になれば、機関ラインを越えて補給に戻る。だが、お前たちには許されない。覚悟していけ。今のはどう覚悟すりゃいいんだ。タイガー、ロックオンされている。ロックオンした。いつでも取り込める。
クトリンさ、何が起きたら次どうするっていう戦闘競技だ。オーシアにはあるんだよ。俺たちみたいな捨て石がどこで死ぬかも書かれてるんだろうな。この次の作戦も決まってるってことか。待て待て待て、影をしよう。作戦内容を言い当てたやつが勝ちだ。マンドック、あんたもかけていいぜ。貴様ら生きて帰ったら独房で頭を冷やすか。そのドクトリンってやつ、情報屋の俺が探りを入れてみてやるよ。お前に調べられんのかよ。端末なら賄賂次第で何とでもなる。パスワードのメモを机に貼るバカもいくらでもいる。なんてのは情報収集のただの入り口に過ぎない。その戦域の敵はほぼ壊滅した。よし、敵の多い場所へ移動しろ。もっと撃たれるためにな。基地はもうダメだ。敵機を
作戦時間残り3分。ナイスキル。サバを読むな。まだ2機だ。おいおい、レーダーは正常か？